れやれ、お出ましか。アイスメイクツアー。どうしたよ、こんなもんか。肩慣らしにはちょうどいい。アイスメイク、アイスブリンガー。天神の舞、みんな勝ったよ。しまいだ。グレイ。よし、行くよ。アイスメイク、アイスブリンガー。天神。よし、これでおしまいだ。俺に任せろ。よし、行くよ。アイスメイク、アイスブリンガー。天神の舞。ふっ、よし、これでおしまいだ。ありがとう。よし、小型がいた。片付けるぞ。はい、グレー様。行くぞ。アイスメイク。天神のフォリアス。アイス。行きます。イエス。行くぞ。ウォーターサイクロン。アイスメイク。審判もしきたりにより貴様に三つ数えるまでの猶予を与える。一つ、二つ、三つ、そこまで。フェアリード発動。結構な数じゃねえか。グレイ、もうへばったか。そういうお前も余裕なさそうだな。
ナルマ島演舞から連戦で魔力が尽きかけてる。これ以上戦いが長引いたら。諦めるのはまだ早いわ。ウルティア、どうしてウルティアが。話は後よ。こいつらを始末してからにしましょう。何をしても私の罪が許されることはない。けれど今は。フラッシュフォワード。こんなんじゃ足りないわよ。どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア、お前に一つ言っておきたいことがある。ジュビーン。何の話ですか。いや、大したことじゃねえんだけど。ジュビアには大したことかもしれません。これってもしかして愛の告白なんじゃ。どうしよう。ジュビア！あれ？私の人生は呪われていた。だけどグレイ、あなたが私に人として生きるチャンスをくれた。その魔法は使ってはならん。時を戻す代わりに術者の時を全て奪う。それがお前の望む世界か。今なら望むわ。私には生きる資格がない。私の命ごときで世界を元に戻せるなら、私はこの命を捧げる。時のアーク、ラストエイジス。お願い、世界を元に。せめてエクリプスが開く前に、私の命の分だけ時を。時が戻っ、1分。私の命の代価が1分だけ。そんな、私は誰一人として救えなかった。どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア。なんだ今の。俺が殺される。ジュビアも見ました。なんだよ突然。自分の死ぬ幻覚とか不気味すぎんぞ。あの辺りから小型が現れて。本当に来やがった。どうなってる。誰かが教えてくれたのか。誰が。鉄竜の猛攻。鉄竜の猛攻。右、こっちか。なんだ
瞬奴の動きが見えた。その1分は人類の反撃の起点となった。今のは一瞬未来が見えたような。シャルルの力か。私じゃないわ。オイラでもないよ。それは分かってる。姫、ここは魔導士たちに任せて引きましょう。いいえ、ここにいさせてください。私には見守る義務があるのです。みんな、これ見て。ヌーシー様、何ですかこれは。未来の私のメモ帳なの。ここを見て。万が一この時代においてエクリプスが破壊された場合、未来においてエクリプスは存在しない。連鎖的に私の存在は消える。これはどういうことだ。つまり今この時代でエクリプスが破壊されたとするでしょ。すると未来はエクリプスが破壊された未来に塗り替えられる。未来にエクリプスが存在しなければローグはこの時代へ来る手段がない。そうか、ローグが未来から来なければこの世界は本来の歴史に戻るはず。しかし、すでに起きてしまったことを止められるのでしょうか。うまくいけばドラゴンもローグもこの時代から消える。やってみる価値はあるわ。しかし大きな問題が一つ。この巨大な建造物をどうやって破壊するか。ありったけの魔力をぶつけるしかないわね。はい。魔力耐性の強いマギナニウム合金を使っている。簡単に破壊など。よし、未来のローグをぶっ飛ばしに行くか。お前に従おう。我が力を使うがよい。よろしくな、おっちゃん。ああ守るぞ。